大須価格調査隊、今日は旬を迎えるスイカやサクランボの価格です。先週から価格に変動はあるのでしょうか。ここからは大須価格調査隊です。大須三丁目浅中商店からお伝えします。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日見ていくのはスイカ、サクランボ、マンゴー、ブドウの価格です。先週と比べるとこのようになっています。はい、まずはスイカからですね、うん、先週と比べて320円下がっているんですね。そうですね、今までは熊本の出荷で頼ってたんですけど、はい、ここに来て結構産地が増えてきて、うん、本日今日のはこれ愛知のスイカなんですけど、はい、やっぱ産地が増えると出荷値が増えてくるっていうのもあって、うん、ちょっとお値段が気持ち下がってきたかなと思いますね。ですか。今後はどうですか。はい、そうですね、今後はでも結局産地の初に初にでくるので、なかなかめちゃくちゃ下がることはないんですけど、はい、これが今日ちょっと大きい 4L サイズでこの金額で、はい、もうちょっと小玉になると、うん、もう少しお値段も2000円ぐらいでお手頃で買えるかなっていう感じですね。はい、大きさで味わいっていうのは結構違うんですか。そうなんです。スイカは大きければ大きいほど美味しいものですから。そうなんですね。で今度小さいのが食べたい場合はこういう小玉スイカ食べていただくといいかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。そしてサクランボ、こちらは80円下がっていますね。そうですね、サクランボもまだこれハウスなんですけど、はい、山形のハウスの量がやっぱりちょっと増えてきましたので、少しお値段がこう安定してきて、はい、でいよいよ来週か再来週ぐらいから本格的に露地栽培が始まるので、そうするともうさくらんぼの面積が増えて、はい、はい、いっぱい食べていただけるといいなと思います。楽しみです。はい、そしてミニマンゴー、こちらは先週と比べて変わっていないですね。そうですね、ミニマンゴーは、ちょっと先週雨が多かったというのもあって、はい、ちょっと日照不足っていうのもあると思うんですけど、ちょっと出荷量がここに来てあんまり増えてないので、はい、値段もあまり変わらずって感じですね。安定しているといった状況ですね。はい、そして種なしピオーネ、こちらは初入荷なんですね。そうなんです。また秋の味覚のピオーネがハウスで、今日はこれ本日山梨のピオーネが入荷してきたんですけど、とっても粒も大きくって大きいですよね。はい、ちょっとお値段はまだいいんですけど、はい、今年とても今日初にからすごくいい味してるので期待できるかなって思います。今後どうでしょうか。そうですね、やっぱお盆過ぎになると秋の味覚なので、それぐらいになると随分安定してくるかなと思います。しばらくはこんな感じの値段でいくと思います。わかりました、はい、そしてもう一つ桃も、はい、初入荷なんですよね。そうですね、桃もね、夏の種類ね、旬のフルーツがもう入ってきたんで、これからいろいろ楽しいかなと思います。楽しみたいですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上中継でした。